女性キャラは打てない縛り。男を殺す、男を殺す。うざい女だったら打って OK。 男じゃない、あれ男であれ。やっ、女性キャラは打てない縛りということで、まあ荒野行動においてね、やっぱり荒野行動においてもですね、女性に暴力っていうのは振っちゃいけない。俺はそう思う。まあでもそう、シンプルに女キャラか男キャラかっていうのがね、分からない時があるからね。それはもう皆さんに任せるわ。そこは我が女キャラだったか男キャラだか、名前からもちょっとね見たいなと思いますね。その、まあ、これ中性的一行だなって思ったら、こう名前見て、あ、これは女の子かな男の子かなみたいなのもちょっと想像しつつ、まあキャラが分からなかった場合はですけども、基本的にそういうことないと思うんですけど、あ、いやコメント読んだけど、まあここ人多いから一回やめよう。アップねー、コメント読んで助かった。まあ今の俺激戦区から逃げたわけじゃないからね、全然たまたま失敗しただけだから俺の。アップねー、どこいるかな。そしたらモールタム行っちゃう、陰キャプレイしちゃう。女キャラは打っちゃいけないんだよな。ってことは男キャラは打ってもいいわけだ。ってことは最後が男だったら大丈夫なのか、女だったらきついのか。で男の方が多分多いから、まあ楽なのか。こんがらがってきた頭の中が。あっぶねー。うん、まずそう、まずスコープがね、絶対に必要。まずスコープがない限り、俺撃てないみたいなもんだからね、ほとんど。8スコ、おは4スコがないとね、ほぼ撃てないから。男キャラって俺言いにくいんだけど、やば、男キャラって言いにくいから、もうこの縛りできない。できる限りやっぱ俺、キルをしなくていいと思うな、この縛りは別に。キルをするってことは、一歩平和から遠ざかるってことだから、俺そんな悲しいことはしたくない。基本的にやっぱ平和的紳士でいたいんで、でもやっぱりその中でも男の人、まあ、やるならやっぱりその、殺さないっていうので勝つのはちょっと難しいので、やっぱ、だったらまあし、まあ、男の人だけはやっぱ、撃つかみたいな感じで、満を持して男の人を撃ってるので、できれば撃ちたくはないんだよ。どっちも。どっちのキャラもね。できればね。あ、M24 か。うん。まあ、銃声してる。まあ、いつもあったら銃声してるでそっち向かうんだけど、今日はちょっと平和的な、うん、平和的な縛りなんで、っていいね、あれ。あれ、でも降りてるな、もう言われる。見るか、行くか、男か、女か。男でしょ、あれ。男だよね。あのキャラで男？うますぎまんじじゃない、ちょっと。マジ？あの人クソうめえ。やべえ。逃げたい。うまくない？まあ、俺の方が強いんですけど。お疲れ様でーす。俺の方が強いんですけど。まあ、俺が上手いからこそ相手を上手いって言えてみたいなとこはあったよね。余裕？的な感じで、まあ、生きるを一回挟みつつ、このキャラ男だったでしょう。あの服着れるのと男だよね。じゃあ、OK。やば、あの上にいる人。浮いてんだけど、そら。あれ、女じゃね？あ、わかんねえ。やべえことはわかった。ただ一つ。これ来てもさ、こいつが車乗ってるとわかんねえんだよな、俺。二階から見よう。見に来、ここ。あれ、女キャラじゃね？あれ、女キャラだな、あれ絶対。抜きてぇ！男か、あれ。いや、女だよな。ダメだ、あれ女キャラだ。撃てない、俺は。あいつのこと。あいつ撃てない。俺は女を撃たねえ。そう決めたんだ。頼むか、こっち来ないでくれ。俺は撃てないんだ、お前のこと。な。わかってくれ。
よかった。分かってくれて。まあ、女キャラだからさ、中身が本当に男か女かっていうところはちょっとわかんないんですけど。最後に残る一人がさ、女キャラか男キャラかってマジ大事だよな。でもその男キャラっていうのはきっと、仮に残った最後の男キャラっていうのは多分、今まで女キャラこうしてきてるわけじゃん。この街でずっと。許せないよね。絶対許せない。そいつは絶対殺す。お、銃声してる。死んだ。産毛小僧デラックス。こいつ絶対男でしょ。こいつが残ってくれれば大丈夫だよ、多分。あの武士取ろう。蜂使わりそう。ワンちゃん。ワンちゃーん。言ってんのか。ゴールデンクマがあるわ。AWOM 持ってる奴がいるってことじゃない？これつまり。やばくね。何が、どんな死に方が一番嫌だかって言ったら、結局相手が男か女か分かんないまま撃たれて死ぬやつね。急に遠くから。これ一番しょうもないから、この縛り中に。それが起こるのがね。一番しょうもない。ここでよくね？賞味。ここでよくね？賞味。もう上来たかったけど、本当は。でも上いるもんね。あれ女かな？ あいつ、AWM ってことは女だ。浮きてぇ！男か、あれ。いや、女だよな。待って、あいつ頑張んないで、お前は。お前死んでくれ、頼むから。いや、死んでくれとも言っちゃいけねえ。待ってよ。危ない危ない。早とちり、早とちり。えぐいってこっち来んの。頼むかやめてくれ。俺はお前の敵じゃない。な？わかるだろ。俺はお前が女ってこと一度確認してるんだ、お前、この車で。俺はお前と戦いたくない、絶対に。俺は女を殺さねえ。これね、あの人が女だからね、あと一人が男だっていうのにかけて、あと一人の男の人をもう応援するしかないよね。応援殺したくないのに応援ってよくわかんないけど。あ、撃たれて、あの女の人が撃たれてね、あれ。あれ、男？男じゃない、あれ。男？いや、女だ。やっぱり女だ。すっげえ、すっげえ戦いだ。お、男じゃないあれ。女を殺す男は許さねえ。ありがとう。俺の勝ちだ。で、あ、てか違う、これで分かった方だ。これで、はい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 、IQ58000 働きました。これでですよ。これ倒した相手を見ればいいんじゃないかな、ここで。で、これ男か女かを見ればいいんだよね、今ので。こういう人男だよね。あー、これは男だわ。むしろ強かったな。この人か倒したの俺。男だあれ。やっちゃった。やっちゃった。あちゃー、これやっちゃったな。これやっちゃったな、これは。やっちゃった。これダメだ。これはやっちゃったな、俺。男だな。うん。え、男マークついてる。はぁ！じゃあ俺の勝ちじゃん。ここ見てください、皆さん。はい、ご覧ください。名前のこの左下のクソガキクラーミみたいな感じでしょうかね。この左のね、左の上じゃなくて、そのまま真上でいいですね。真上に男マークついてますね、これ。こう、男の子ですね。つまり、俺は見極めてました。こいつの中身もしかしたら男なんじゃないか。考えた時にやっぱり男の雰囲気がしたので撃ちましたということにしましょう、もう。